1908年頃のトンブクトで撮影された、クンタ氏族に属する男性の写真クンタ氏族あるいは、クンタクランは、西アフリカ社会において、アラブベルベル系、ザナータ部族に接続するリネージを持つ人々からなる、氏族集団である。クンタ氏族は、7世紀のムスリムによるマグリブ征服時に、ムスリムの運馬軍を率いた、マッカ生まれの武将、ウクバ、ブンナーフィーの末裔である。 ともされている。今日でも、モーリタニア、モロッコ南部、マリ北部には、クンタと呼ばれる人々が住んでいる。クンタ氏族の人々の多くは、西アフリカで大きな勢力を持つ、スーフィー教団である、カーディリー教団に属し、11世紀から15世紀まで、西、スーダンにおけるイスラーム文化伝播の担い手となった。彼らは、宗教的な威信を背景に、 ドゥアートとが大を結ぶトランスサハラ交易ルートの整備に従事し、遠行を支配した。フランス人が西アフリカの深部にまで進出してくるようになると、ベドウィン的暮らしを営んでいたクンタ氏族の人々は、フランスの軍事力のもとに基準を余儀なくされるようになった。その一方で、町に住み東方諸国との交易に携わっていたクンタ氏族の人々は、 フランスの植民地経営を支える実務の担い手になった。フルベの生前により起こったゾコトやマスイナウマルタールのトゥクロールにとってみれば彼らはフランスの手先であった。クンタ氏族は20世紀中央以後マリ共和国の東部においては政治的に重要な地位を独占しトゥアレグ人やバンバラ人との対立が問題になることもあった。クンタ氏族はかつて レムハル氏族を霊属させていた。その後自立したレムハルとクンタとの対抗関係は現代でも持続しており、2010年1月にはクンタがレムハルに送られるはずの麻薬の応酬に関与したことの報復としてアネフィフ市長であり、ガオ州のクンタ氏族の長老でもある、ババ、ウルド、シェーフスイーディー、モフタルクンティーが誘拐される事件が起きた。ありがとうございます。